伊藤美誠選手への妨害ライト問題で、日テレスッキリが窮地、がネットで話題。内容はこちら。伊藤美誠選手への妨害ライト問題で、日テレスッキリが窮地に陥っているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。東京五輪卓球女子の伊藤美誠への妨害ライト事件が、日本テレビ系の情報番組、スッキリのクルーによるものであることが分かった。これは、デイリー新潮が5日に報じたもので、日テレもこれを認めているという。悪意はなかったとはいえ、報道されるまでスッキリ側が事実を明らかにしなかったため、ネットは大荒れ。スッキリをめぐっては、今年3月の放送で、アイヌ民族に対する差別と取れる発言が問題に。先月、BPO の放送倫理検証委員会から、放送倫理違反があった、とされたばかりだ。立て続けの週分に、業界では、当番組の打ち切り危機も囁かれている。MC を務める加藤浩二は、吉本興業を離れ、現在はフリーの立場。終わりと言われれば抗えない立場ではある。なんか、K の法則な気がしてならない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。オリンピック開催反対報道してきたくせに、選手の邪魔をすんなよ。放送枠の剥奪が妥当ですね。会社自体の倫理観が絶無な件。説明も謝罪もないまま進行しています。日テレはこの大問題について、本当に反省しているのでしょうか。次はこちら。そろそろ潮時。このところ日テレは、むやみに韓国ものをぶち込んでくるし、発言が変だよ。だから見なくなったけど、好感度に影響してるよ。スッキリって、もしかして、潮時だと感じたから、韓国ゴリ押しに走ったのでしょうかね。次はこちら。これって加藤浩二が悪いんじゃなくて、番組制作スタッフが悪いんじゃないの？スッキリ辞めさせたい日テレとか、加藤の乱を恨んでる丸本とか絡んで、何かやってるんじゃないの？加藤浩二氏も、番組を背負う人間として、日テレに対し、この件についてちゃんと謝罪をしよう、と訴えるべきですよ。最後はこちら。番組なくなった方がスッキリする件。スッキリしない番組やな。もう、終わらした方がいい。番組名変えた方がよくねえかい？スッキリが終了したら、多くの日本国民がスッキリしそうですね。結論。伊藤美誠選手への妨害ライト問題。これは、ものすごく大きな問題です。妨害ライトは、日本テレビスッキリのクルーによるものと発覚したのですから、やはり番組内で、しっかり謝罪すべきだと思います。まあ言えるパンダ個人の見解としては、スッキリ内で、いつも韓国ゴリ押しばかりやってるから、K の法則が降りかかったような気がしてなりませんけど。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。